テレ朝動画。皆さんこんばんは、梅田彩香です。そして映画プレゼンターの赤ペン滝谷でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。わあ、もう本日はもう6月27日おお、次来週7月です。え、怖っ、怖っ、早っ、え、やだ、怖い、やだ、何もしてないですよまだ俺。いや、ほんと確かに何もしてないですよ。もうどうしようって、なんかちゃんと生きれてるのかなって不安になりません？いや、そうですよ、もうあっという間に寝間つきますねこれね。ほんとですね。いや、ちょっと気を引き締めていきないかなそんな竹川さんに私からまたご相談があります。どうしました？稽古中、絶賛稽古中の。いや、絶賛稽古中なんですけど、なんか舞台で私毎回ちょっと悩むっていうか、はい、なんか、あ、毎回これ大変だなって思うのが、舞台で、毎回新しい方に出会うじゃないですか。はい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 、全員知り合いってことはなかなかないじゃないですか。ないですね。うん、もうスタッフさんはじめも共演者はじめも。で、今回も共演者で知ってるのは、2人だけ、はい、で、あとみんな初めまして、うん、って時にもうどう自分を出していいかも、なんか どうしていいかがさ、毎回ゼロになっちゃうんですよ、なんか私なんか、あ、どうやって喋ってたんだっけ私人にとか、なんか、あ、ちょっとどうしよう、話題がうまく見つからない、どうしようかな、天気の話もなんかあれだなとか、なんかどうしたら仲良くなれるかな、話したいんだけどなんかうまく喋れない、どうやって仲良くなってたんだっけとか、でそのまま仲良くなれないまま終わっちゃう人とか、やっぱ役が遠いとあんまり話せなかったりとか、はいはい、稽古期間中も席も遠かったり役も遠かったらあんまり話せないまま終わったなみたいなこともあるので、なんかこう仲良くなりたいんですけど、どうやって仲良くなってますかっていう。そうね、もうコロナもあったので、はい、その稽古終わりにご飯食べに行くかもないですもんね。なかなか難しいですね。で、なんかタバコ吸う人たちは喫煙所で急激に仲良くなったりするんですよね。なんか仲良くなって帰ってくるんですよそうそうそう、いいなと思って。演劇の現場でタバコ吸うチームとタバコ吸わないチームはもう目バシッと分かりますもんね。はい、全然違う。どうしてるんですかね。そうなん、それがなんか毎回悩みで、うんうん、どうやって仲良くなってたっけみたいな感じに毎回なるんですけど。梅田さんのコミュニケーション能力いつもゼロでスタートしてるんですか。ゼロで毎回ゼロ私なんでなんか毎回なんかリセットされるんだろうって思いながら、今日もなんか本読みをやらせていただいたんですけど、はい、真横にいらっしゃって、初めましての方がなんかちょっとちょろちょろっと話して、なんかいっぱいやられました稽古、あ、タレぐらいです、あ、そうなんですね、はい、梅田さんともあろうものがそ、 なんかそこで終わる、なんかそうなんです、だから、はい、そうなんですよね、いや、もう大変で、なんとなく空気読んで2人席に戻るみたいな、なんかちょっとなんか意外、なんかちょっとこう話題が見つかりそうな方とかだったらちょっと続けて喋れたりはできるんですけど、なんかこうちょっと難しいな、 どうやって喋ろうかなとか考える時とかがあって、そういう時があんまうまく喋れなくて、なんかどうしようみたいな、でも話したいのは山盛りなんですけど、どう話しかけていいんだろうとか、なんかいっぱい考えちゃって話しかけられなくてみたいな。あ、そうなんです、これ難しいなと思って、ね、僕なんか職業柄映画プレゼンターっていう肩書きを持ってるので、はい、だいたいなんかちょっと最近見た面白い映画教えてくださいよとか言って、その教わりに行っちゃうと大体教えてくれますね。それめっちゃいいですね。見てたら、あ、俺も好きですがあったりとかするし、見てなかったら、え、それちょっともうちょっと詳しく教えてくださいよつって、なんかまあ映画きっかけが多いですかね。え、そこからちょっとプライベートとかの話どうやってつなげていくんですか。それが下手くそで。わかります、ここはね、なかなかないですね。難しいですよね。うん、当たり障りない会話で終わってきますよ。そうなんです、ちょっと深く入りたいんだけどなと思いながら、なんか難しいなとか、うん、めちゃくちゃ重めの相談したらいいんじゃないですか私時々やるんですよね大して仲良くないのにもいきなり重めの、そう、なんか、いや、ちょっと稽古場とかでみたいな、ちょっとしんどいなとか、なんか思うとき、どうやってや、相手役とかはちょっと相談します、どうやってやってんすかって言ったら、なんか結構ガチで返してくれるといい人だったけど、返してくれなかったら、あ、もう無理だと思ってやめたりとか、なんかそうなんですよ、もう無理だ、仲良くなれなそうだなと思ってあやめようとかなんか思っちゃったりとか、難しいですよね人間関係、すごい新しい方であると毎回難しいなと思って。でもまあ最初はこう当たり障りないところから言いましょうよ。そうですよね、うん、ちょっと明日からも頑張って挑戦したいと思います。いや、なんかこの前ちょっと別の番組である方に会談聞いてこんな話だったんですけど、はい、もうなんかえぐい怖い話とかもぶつけてやればいいですよ。怖い話とか聞いてみるのありですね。あ、ちょっとそれやってみよう、ま、多いかもしれないですからね。そうですね、そのなんかこう霊感ある系とか、その
劇場で怖い目に遭ってる人結構多いじゃないですか。絶対多いですね。いけるかもしれないですね。そうそう、いいこと聞きました。ちょっと集めてみてください。ありがとうございます。頑張ってください。結構、はい、相談をありがとうございます、はい、それでは今日も始めていきましょう、はい、恋する会。この番組は毎回会に関するゲストをお迎えしてトークしております。そして会語りはですね、テレ朝動画サービスロガールの会を扱うブランドです。ツイッター DM でメッセージ募集中ですので、皆さんぜひぜひ送ってください。そして会語りの兄弟番組として、あなたのまだまだ知らない世界、毎週水曜日20時から配信中でございます。最新回、明日はですね、呪物怪談2でございます。そして田中さん、早瀬さんの呪物コレクション展、祝祭の呪物展2が開催中だそうです。すごいですね、うん、これ7月4日まであとちょっとなので、皆さんぜひ、場所はですね、渋谷芸術でやっております。40点ぐらいやってあるそうなので、皆さんぜひぜひ足を運んでみてください。そうですね、もう開催から1週間経ってるため、うん、6月の21から始まってる、はい、で7月の4日までですもんね。そうですね、まだまだ開催中なので、ぜひですね、はい、見に行ってください。はい、見に行ってください。そして昨年の夏に開催されたテレビ朝日六本木ヒルズサマーステーションで行われた六本木怪談フェスがロガールでボリューム8まで配信されております。月額990円で見放題ですので、もう一度見たい方はぜひ会員登録よろしくお願いいたします、はい、そしてロガールではキャンペーン対象期間内中にクレジットカードで新規入会いただくと初月実質無料になるキャンペーンを実施中です。こちらは6月30日まであとちょっとなので、ぜひこの機会に入会の方を皆さんよろしくお願いいたします。まあ、それでは本日のゲストをご紹介したいと思います。前回に引き続き怪談収集家の星野しずくさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。今日楽しみです。めちゃくちゃ話聞けるのが、はい、星野さん、前回いかがでしたか。めちゃめちゃちょっと楽しすぎてテンションが上がって喋りすぎてしまったので、いや、もう全然嬉しかった。はい、ちょっとごめんなさい。全然すごく楽しく怖く、ね、前回テンション上がってたんですか。すごいテンションが上がってしまって。そうだったんですね。そうなんですね、はい、もう次々と怖い話が飛び出てくるから、もうなんかどうなってんだと思いましたよね、うん、ねえ、それに自分でもね、怖いことに気づいてないっていう ね怖いことがあってるのに、そんなって言ってたんで、むしろ星野さんの一番怖かった体験何なんだろうと思いながら、ありますね、ありますね、これはすごいね、パーンと浮かんでましたね、今 ねあれだっていう、はい、ちょっとそうですね、一つあります。ちょっとちょっと聞きたいですね、うん、これは後での方がいいですか。後ほどしましょうか、はい、竹川さん、いかがでしたか。いやいや、もう怖かったです。すげえ面白かったです ね本当に。そして今回は、はい、テーマ別にということなので、そうなんですよ、もう次々に怪談を浴びていきたいなと。最高ですね、思っております。楽しみでございます。楽しみです。その前に、はい、バス情報をご紹介していきたいと思います、はい、星野雫さん、岡山県出身でございます。ポッドキャストナレーターの怪談師を経て、現在は怪談収集家の語り手としてインターネットや各メディアのフリーで活動中でございます。身近に感じる井戸端会議的な語り口の怪談で、音色合いの声色が優しいため癒し系怪談師と呼ばれることもありますが、集まってくる怪談には定評があるそうです。だってね、前回もすごいライブ、 YouTube のライブ配信でいろんな話をね、聞いてるって言ってましたので、はい、楽しみですね。ということで今回はですね、星野さんプレゼンツのテーマで怪談話を語っていただこうと思うんですが、うん、早速テーマをお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、楽しみ。なんだろう、何、今日のテーマはこちらです。テーマ、異形、異形、幽霊ではない何かの話。はあ。なんだ。いいぞ。なんだろう。楽しみ。楽しみ。楽しみですね。はい。じゃあちょっと。はい。テーマですね。このテーマにまつわる話。テーマにまつわる話が。よいしょ。ダダン。ダダン。はい。1. 地方の都市伝説 2. 山の会 3. 山の会を聞いて 4. 廃村巡りです。うわすごい。うわ、 2. 3. はもうこれ2部作ってことですか。そうですね、はい、だからこの 2. 3. だけは一応あの 2. 3. の順番で聞いていただきたい。なるほど。これちなみにしずくさんの実体験ではなく集まってきたやつですか。そうです。なるほど。はい、どうします。もう私は
ハイ村巡り、ハイ村に行くだけでもすごいと思うんですけど、巡っちゃってんだと思って。ハイソン。あ、間違えた、間違えた。ハイ村じゃないのか。音読みぐちゃぐちゃです。恥ずかしい。恥ずかしい。34歳の間違い。それも村、小学校1年くらいで習うやつ。ハイソン。ハイソンですね。今言ってたのに星野さんが恥ずかしい、興奮しちゃって。すいません。ハイソン巡り聞いてもいいですか。どんな感じなんだろうと思って。はい、かしこまりました。これ一番最近聞いた話なんですよ。この中で。でまだ私もあまりこう人前で話したことがない話なので、ちょっとすいません。もし分かりにくかったら申し訳ありません。このお話はニックネームポテトさんっていう方からお伺いした話なんですけども、ポテトさんが大学の4年生の頃っておっしゃってたんで、まあ結構もう十何年前のお話なんですよ。で当時ポテトさん、よく心霊探知機に使われてたんです。っていうのもポテトさんのご家系が女性に代々強く霊能力が出るお家で、でポテトさん男性なんですけど、ちょっとやっぱりそういうものによく遭遇する方だったんですよ。なのでちょっとなんかね、ご先祖様の守りがついてるっていう話はいろんな方からされてて、本人もその自覚があるような方、なので友達に探知機として心霊スポットに一緒に行ってくれって言われる。でこの時はある廃村に一緒に行ってほしい、一人じゃ怖いから、一応もう全部リサーチはしますよと、場所も分かってる、誰も住んでない、大丈夫、お化けもそんなに出るわけないと思う、廃村だからただの大丈夫だから一緒に行ってって言われて、でやだって言ったんですけど、ちょっと物を買ってくれるって言われて、のこのこちょっとついていっちゃったらしいんですよ。でまあその廃村につきまして車を止めたんですけど、すぐ逃げられるように逆向きにちゃんと U ターンさせて、すぐ帰れるような向きに止めた。で車を降りていざ探索を始めたんですよ。でお家結構残ってるんですけど、もう結構朽ちて、ね、倒れちゃってるお家とか、あともう玄関の扉なんかバーンってこう倒れちゃってるようなお家がほとんどだったんで、なんかこう覗いたりしながら、おすごいねなんてちょっと写真なんか撮ったりして回ってた。普通の廃村ではあったんですけど、ちょっとおかしなことがあって、全部のお家じゃないんです。何軒かのお家に玄関入ったところに、人形浄瑠璃って分かります？文楽人形というか、はい、大きな人がこう入って操作するような大きな日本の人形が置いてあったんですって。もう4軒ぐらいあったって言うんですよ。普通文楽人形なんてお家に一般ご家庭にあるわけがないもので、そこそこ高価なものなんで、ちょっとおかしいなとは思ったんですけど、一緒に行ってた、A 君はあれじゃない、大学のさ、そういう制作でショートフィルムなんか作って、その時人形使って置きっぱなしにしたんじゃないなんて言って、あそうかなって一瞬思ったんですけど、いや待てと、さすがにこの人形置きっぱなしにはしないよな、まあでも置いてあるもんな、まあいいかと思ってそれはスルーしてた。でほとんど一通り回ったんで、じゃあもうそろそろ帰ろうかなんて言ってる頃に、急にこう暗くなってきたんですって。で、まあ、日が落ちかけてたっていうのもあるんですけど、雲行きが怪しくなって、山なんでものすごく暗くなってきた。あれこれ早く帰った方がいいな、雲行き怪しいわって言ってるうちから、バラ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 ってこう雨が降ってきて、でうわーっつって、一番まともなお家、まだ玄関のドアも残ってるようなお家、平屋の一戸建てがあったんですけど、そこパーってかけてって、ガッガッガラッって開けて、中うわって飛び込んで土間の方に入ってって、うわーだー濡れたー大変だわー、もうえらい目にあったわー、いやーあー暗いねって言ったら、あ俺ライトつけようかって言ったんですけど、 A 君が持ってたライトがものすごい光量のヘッドライトつけてたんで、いやそんなんつけたらもう眩しすぎるから、俺ランタン持ってるから大丈夫だわって言ってた瞬間に、パンって音がして電気がついたんですよ。で廊下の方の奥もパンパンパンで蛍光灯がパンパンパンってついた。えこれ電気ついたってことは、あ帰ろ、お前人住んでんじゃねえかって、何やってんだよ、どなたですかって声がするんですよ、女性の声。
だ人住んでた、あすいません、あのちょっとすいません、あのここの近くまで来たんですけど雨に降られちゃって、ちょっとすいません、雨宿りをさせてもらってるんですけど勝手に入っちゃってすいませんって言ったら、あれですかね、もしかして廃村巡りの方とかって声とともに出てきた女性は、まあ、廊下の奥からぐっと出てきたんですけど、まあ、30、40代かなっていうような女性が、まあ、こう寝巻きの浴衣のようなものを着て出てきた。で、時々いらっしゃるんですよねって言って出てきた。で、ああ本当にすいません、僕らもちょっともうあの誰もいらっしゃらないと思ったもんですからすいませんって、もう A 君はもう君も謝ってって言ったら、すいませんでしたって言ってる。ああいいんですよいいんですよってすごいにこやかで、で、あのすいません、お家の方とかも大丈夫ですかって、あの主人ももう少ししたら起きてくると思いますので、あお休み中だったんですねすいませんって、あいいんですいいんですなんてやり取りをしてたんです。とあの結構な雨風が降ってまして、こう雨がこう中に吹き込んでるんで、あすいませんちょっとこれ閉めた方がいいですよねって言ってこう閉めようとしたんですけど、無理して開けたもんだから閉まんなくなっちゃって、あれあれって言ってたら、あいいですいいです、後で閉めときますから大丈夫ですよって、あすいませんって言った時にふっと気がついたんですけど、まあ結構な吹きぶりなもんで、その時秋口、結構肌寒い、結構自分たちを厚着してるのに肌寒い、浴衣一枚ってなんかすごい寒さに強い人なのかなって思いながら、でそのうち不意にこうもっとガタ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 っていう風が吹いてきて、ドアが揺れたと思ったら電気がバッて消えたんです。で、あ停電かな、あれどうしよう、あじゃあ僕ランタン持ってるんでつけますって言ったら、あじゃ あのランタンつけてくださったら、あの私ブレーカー見てきますって声がしたんで、あお願いします、パチッガッて広げたら目の前にいるの人形なんですよ。その文楽人形がさっき女性がこう寄りかかって座ってたところに人形がある、えって声が出た、え何これどうしよう、え何これどうしてどうしてどうして、なんでなんで、あちょっと A 君やばいかもしれんって、でそこでポテトさんもう一つ気がついたんですけど、自分そのご先祖の守りがあるって最初に言ったじゃないですか、この守られてる感覚が消えてることに気がついたんです。そこで初めて A 君ちょっとやばいかもしれん、逃げた方がいいかもしれん、えなんでなんで何が何がって、もう A 君ガタガタもう震えてて、でもう逃げるよ逃げるよって言ってるうちに、目の前からあ主人が来ますって先ほど人形がいた位置から女性の声が聞こえてくるんですよ。もう主人が来ますよ、主人が来ます、主人が来ましたって言われて、もうびっくりしてランタンをガッてちょっと高い位置に上げた、今までちょっと低い位置に持ってたのをガッて上げたら廊下の奥の方まで見えた。カチャッ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 ってなんか変な音がしてくる。A 君逃げるよ逃げるよ、カチャッ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 カチャッ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 、廊下の奥の最初女性が出てきたところの戸口のところからちょっとこうしだれの枝のような形の人形の手がいっぱいついた、なんかこの枝のようなものがボーって出てきたのが見えた時に、 A 君逃げるよってドンって突き飛ばしてうわーって走ってて、で暗いんですけど、そこで A 君初めて自分のその光量のライトつけて、で車が見える、走れってうわーって走ってった。で先に着いた車に着いた A 君がうわーって悲鳴上げて、どけーどけーって言ってる。何かと思って行ったら、自分たちの車を先ほどその各家に置いてあった文楽人形が囲んで、まるで覗き込むかのように囲んでる、どけーどけーってやってる。で、あこれもパニックになってるわ、でじゃあ俺運転するからA 君後ろ乗れって乗り込ん で自分が運転して、まあ、雨降ってたんでワイパーつけようかなと思ったら車が濡れてない、あれよく見たら自分たちも濡れてないんです、え何これ何これって思いながら、なんとかその最初に来た国道まで戻ったってね。
これ後から分かったことなんですけど、 A 君が最初行こうと思ってた廃村、入った脇道のまだ先にあったんです。で、その自分たちが入った脇道のさらに脇道、この道にはその後二度とたどり着くことができなかったそうです。そういう話を聞きました。おお、怖かった怖かった。なんだ。そんながっつりコミュニケーション取れる状態の、うん、はい、なん、に、な、人形なのか霊なのか。な、い、霊というよりはどっち、まあ異形。異形としかな、なんだろうそれ。確かに会話しちゃってますもんね。うん、あの、ちょっといろいろ考え、いろんな考察が浮かんだんですよ、うんうん、途中なんで。いろんな方がコメント書いてくださって、で、ある方はその出てきたご主人、手がいっぱいだったのはその人形を動かすための手なんじゃないかとか、あとはその人形って本当に人形だったの、帰れなかったんじゃないの、この世界に迷い込んでそこで人形にされちゃった人なんじゃないのとか、そういう考察が出てきて、結構怖、この話怖いなと思って。確かに、あ、ポテトさんと A さんは無事になんとか帰れたけど、うん、そうじゃない人が集まっちゃって人形溶かしちゃった、はい、いやな、うわ、初めて聞くやつ、初めて聞くやつだ、うん、だって車の周りにもいたんですもんね、うん、え、だそれを実際に食らってる人がいるってことですよね、うん、この世の中に、うん、はい、そうだ、すごいの集まってますね、実話ですもんね、はい、ここは普通の映画とかでもありそうな話じゃないですか、うん、怖い、いや、それすごい話ですね、ね、本当ですね、はい、ちょっとびっくりしちゃいました、なんか聞いててゾクゾクしちゃった。いや、だ、確かにその幽霊っていうカテゴリーじゃない話ですもんね、うんうん、そうなんですよ、ちょっとレア、どちらかというと少ないので、こういう話は、うん、そしてその主人が来ます、主人が来ます、来ました、すごっ、守護霊に守らな、守れなく、守られてなくなったっていうのも怖いですね。そうなんですよ、守護霊が来れない世界だったの、うん、ってことですよね、おっしゃる通り、怖い、なんかこう強い守護霊を持ってる人がこうカナリア的にあの心霊スポットに連れてかれてる怖い話とたまにネットとかに転がってて、うん、その守護霊が守るときに自分が気を失、必ず気を失っちゃう人とか、あの守護霊が強すぎてその町からこう霊がいなくなって違うところに溜まっちゃったとか話とか、だからその守護霊だと思ってたけど、なんか悪い強すぎる神様だったっていう話とかもいろいろあるんですけど、そのいなくなっちゃった感覚があった話はちょっと初めて聞きましたね。もういない、後ろになんかあの上着一枚ない感じっていうおっしゃってました。あ、すごいリアル、プロテクトが外れてるっていうふうに表現されてましたけど、へえ、じゃあよっぽど超強いところに行ったってことですね。そうだと思います、弾かれちゃった。あ、怖っ、怖いですね、怖っ怖いですね、すごいな。ちょっと梅田さん一発目にとんでもない、ね、当てちゃいましたね、当てちゃいましたね、当てちゃいましたね、すごいの当てちゃったな、すごいですね。てかさん、次は次はですね、すか、まあ、今後梅田さんがですね、そのミュージカルの本番でいろんなところに行くということで、はい、地方の都市伝説最悪じゃん、地方の都市伝説ほんと怖いんですけど、割と旅公演何か所か行かれますか、めちゃくちゃ行きます、夏、じゃあちょっと一番を行けなくなっちゃう、ホテル怖いよ、一番をちょっとお願いします、やだ、梅田さんに向けて、そうですね、すいません、怖い、やだ、困りました。あ、でも残念ながらホテルの話ではないんですよ、そうですね、地方の話でも、はい、はい、この話はですね、クロロさんっていう男性から聞いたお話なんですけども、はい、クロロさんのもう小学校の時からずっとその2個ぐらい上かなの先輩が高校生の時に体験した話を教えてくれたんですけど、うん、その先輩が高校生の時夏休みみんなで集まってまして、暇だな、なんかすることないかなっていう時に出てくるのが心霊スポット行こうぜっていう話なんですよ。で、ただですね、彼ら高校生なので、あの自転車ぐらいしか乗れないわけですよね。で、遠くに行けない、どうしようどうしよう、近場でなんかどっかなかったかなって言ったところ
に出てきたのが、あ、そういやあそこさ、あのマンションちょっと変な噂あんじゃんっていうのも、まあ大きな8階建てのロの字型のマンションなんですよ。真ん中がちょっと庭になってるようなマンションでね、高い建物が他にないせいか、そこね、その自ら命を絶たれてしまう方がよく出るっていう噂がある。じゃあそこ行ってみようぜって話になったんです。でみんなで行って、ただもうあの住まれてる、現在皆さん入居されてるような場所なので、まあ怖くないと。じゃあどうする、じゃあ一人ずつ行こうよって話になったんですよ。でじゃあ最初俺が行くって手を挙げた A さんが、はい、じゃあ行ってくるでって言いながら、こうわーってエレベーターの方に向かってった。でみんなしばらくじゃあ待とうぜって待ってワイワイ話してたんですけど、まあ8階、まあ9階ですよね、屋上なんで、まあエレベーターで行って帰ってくるぐらいだから、まあせいぜい10分もすれば帰ってこれるような場所が、15分経っても20分経っても帰ってこないんです。おい、どこまで行ったんだあいつって言ってたんですよ。でもうすぐ30分経つぞ、どうする、誰か見に行くかなんて言ってる時に、エレベーターの方じゃない、おそらく階段がある方から、もうあのヨタヨタしながら A さん帰ってきた。お前遅かったじゃん、どうしたの、何やってたの。もうダメだから、もう俺ここいられないから、もう帰ろう、とにかくこっから出たい、こっから出たい、帰ろう帰ろうっていう。じゃあもうそう言うからしょうがないよなって言って、友達の家、一人の家まで行って落ち着かせて、え、何があったのって聞いた。まあ、ここから A さんのお話なんですけど、エレベーターホールまで行きました。ボタンを押してエレベーター待ってました。でチーンってこう降りてきて、ドアがガダンって開いたと、一人女性が乗ってたっていうんですよ。普通1階まで来たら降りますよね。その女性降りてこない、しかも向こう側向いてるんですって。なんかちょっと長い髪の安っぽい黒いレインコートを着た女性が向こう側に向いたまま立ってる。降りないんですか、返事がない。え、乗りますよ、返事がない。おかしい、なんだあいつって乗り込んで、上押しますよ、返事がない。なんだよ気持ち悪いなって、8階のボタンを押し、まあ、9階は階段で行かなきゃいけないんで、8階のボタンを押してガタンってドアが閉まった。でガタンって上がり始めたんですけども、なんかねブツブツ言ってるって言うんですよ。でよくよく聞いてみると、私21歳女子大生です、私38歳主婦ですとか、なんかブツ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 、私から始まる何かその手のことをブツ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 言ってる。しかもね、その日雨も降ってないのに、なんかじっとり濡れてるし、ちょっと匂いもするんですって。その生臭いような、ちょっとこう酸っぱいような匂いもするし、とにかく気持ち悪い、もう早くついてくんないかなと思ってたら、4階過ぎたあたりで急にガクンってスピードが遅くなったと思ったら、エレベーター止まっちゃったんですよ。表示は4階です。4階と5階の間、自分そのエレベーターに窓あるんですけど、このぐらいのところに5階の床が見える。ここから上は床です、ここ壁です。だえどうしようって非常ボタンを押すんですけど、反応がない。どうしようって、ちょっと誰か通んねえかなっつって、この間から一生懸命見てると、後ろでシュルっていう、なんかこう絹ずれのような音が聞こえた。あ、さすがにこの状況であの女性も反応したかと思って、これあの壁なんで映る、後ろ映るじゃないですか。で待って見てたらシュルってレインコートを脱ぎ捨てたところだったんですよ。裸なんですって。裸の背中が見えて、それがこっちを振り返ろうとしてたんで、えっつってこう振り返ったら、その女性、顔も首も体も大人の手の3分の1ぐらいのサイズかなの腕でできてたんですって。顔も全て全部指とか腕とか胸に至ってはこういう肘のこの部分で、あとあばらはこう固く組んだ腕でできてる。え、何これ、え、何これ、え、何これって思ってたら、
それまでこう固く閉じてたこの指がふわってこうゆっくり鼻でも開くかのようにわーって開いたんです。で次の瞬間うわーって A さんの方に向かってきたんでうわーって思って、その後気を失ってしまった。で気がついた時にはなんかこの脇腹に衝撃があって気がついた。待って目を開けると8階の廊下に上半身出して下半身エレベーターの中でこうドアにガーンガーンガーンって当てられてる。で気がついて後ろ振り返ったんですけどもういなくて、階段まで行ってもう乗り気になれなくて、で階段まで行って降りてきたんだっていう話で、この話が学校で広まって、あの8階建てのマンションには腕女が出るっていう都市伝説が地元では語り継がれたっていう、そういう話です。おー、何なんだろう、何なんですかね。すごい、都市伝説誕生の実体験、はい、そうですね、その先輩の実体験ですね。わ、腕で作られてると初めて聞きました。その、うん、亡くなった人たちの集合体みたいなことなんですかね、だからその妖怪化したっていうか、うん、形を成したってことなんですかね。そうですね、だから核になってるものは何なんだろうっていうのも考えたりとかしましたし、この出てくるタイミングもうこのあと何回かあるんですけど、それも何なのかもわからない。え、何回かあるっていうの、目撃情報が 1.5 回あります。あと同じ、違う人が同じ経験をしたってことですか。違う人がそのおそらくそれと遭遇したっていう話です。その場所で、はい、うわ、同じマンションで。でもともとそのマンションにその話はなかったんですよね。だって心霊スポットだけど、うん、そういう心霊スポットじゃなかったってことですよね、はい、なんか自殺が多くあるってだけで、うんうん、エレベーターの中に乗ると出てくるよって話はなかったはずですもんね。なかったです。何だろう。ちなみにですね、あの前回のお話で触りがあるうんぬんっていうお話の中で夢に出たって話を私したと思うんですけど、この話です。いやだからそれはそれは後出しはなしよ。後出しはなしよ。じゃあ聞いた方が夢出ちゃいます。全員じゃないです。ちょ、なんで選ばれし者になりたくなくないですか。いや梅田さん多いです。やだ僕はないですけど梅田さん来ますよ。今日寝ないから。夢の中に似た感じの腕だけ、はい、腕女が出る。じゃあ何どんな状態で、私が見た場合、私の見たやつはなんか赤黒い背景の前にちょっともうねいろいろ汚れた、なんかこう血なんだか泥なんだか分かんないですけど、こうベタっとした腕の女性が出てきて、顔はねなんか髪の毛で見えなかったんですけど体は腕だったんですよ。でそれがうわって開き始めたんで、必死で夢って分かってたんで必死で起きました。だから、はい、それだけです。いえ、それだけですじゃないです。そうそう、そうです。先に言っといてもらって。もう聞いちゃったと思って。もう聞いちゃったよ。その夢の中に出てきたのはしずくさんだけなんですか、それとも他。私だけじゃないです。なんかあの自分はこんな夢見ましたって皆さん絵を描いて送ってくださってましたけど、なんか、まあ、ちょっとずつ違うんですけど、割と似たシチュエーションだったんで不思議だねってみんなで。いやそういうの不思議ですよね、なんでだろう。今俺が思い描いてる腕女相当怖いですよ。私も気持ち悪いですもん。想像すると気持ち悪いもんな。何なんだろう、その腕だけが集まっちゃったって何なんだろう。でも飛び降りたりとかしたら体バラバラになっちゃうんですかね。そういうわけでもない。なんですかね。何なんですかね。例えばですけど、うん、その核になっているものがもし元人間とかだった場合、うん、例えば自分は腕をなくしてしまった、うん、腕を探しているうちにどん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 集めてしまったとか、うん、いうことも考えられるのかな。それなんかこう、
昔処刑場だったとか同じような殺され方をしている土地にはそういう話ってあるじゃないですか。なんか首探してる、なんか人がうろうろしてるとか。でも自殺をする名所になってるエレベーターの中は同じような状況で亡くなることない気がするんですよね。となるとそれ逆に何なの、ね、確かにそうですね、おっしゃる通り。なんでだろう、なんでなんでしょうね。ですね。なんかそのですね、なんでなんだろう。触りがある話に共通点ってあるんですか。共通しか、いや、ないですね。ないですか。一番その私がこれは危ないからって封印してる話とかも別に、うん、共通点はない。じゃあ避けようがないってことですか。そうですね、逆に我々にはどのパターンで来るかがわからないってことですか。わかんないです。やだな、今日寝るの。あ、大丈夫です。ぐっすり寝ればきっと見ないです。確かに、すっごい疲れて寝よう今日。コテンパンに疲れても。熱々の風呂入って寝てやる。いやー、怖い。怖かったですね。びっくり。まあ、どうしますこれ残り2つ。でも2つあって、でも二部作ですか。そうですね、完全に。いやでも本当に兄さんも聞きたいんですけど、うん、あのオープニングで話してた星野さんの実際に体験した怖い話をぜひ聞きたいなと思っております。まあ、私の実体験なのでそれほどのことではないんですけど、まあ、私的にはすごい怖かったことがありまして、ですね、私昔、病院回る集配業をやってたんですよ、うん、で車で各病院を回るっていう仕事なんですけども、ある病院ショッピングセンターの一角にあるっていう病院に行ったんですよね、うん、とそのまあショッピングセンターの入り口にその日フルフェイスのヘルメットをかぶった、まあ、ちょっと若い男の子の格好をした男性がぐったり座り込んでたんです。片足立てて片膝投げ出して、大丈夫かなと思ったんですけど、フルフェイスなんでちょっと怖いな、ちょっと誰か声かけてくれれば自分も行くんだけどどうしよう。でも誰もそれを気にする様子がない、と思いながら後ろ髪引かれながらその場を後にしたんですよ。でまたそれから1週間ぐらい経って別の病院に行った時に、そこね、そこ8階建てなんですけど1階部分がちょっと広くなってまして、横から見たら L 字型みたいになって、でこの屋根の上に女性が立ってたんですよ。60代ぐらいかなの女性が、まあ、冬だったんでコート着て、なんかちょっとね部屋着のようなちょっと寝巻きのような服装の女性がわーって立ってた。あれ患者さんかな、いやでもこんなとこでも出れないとこなんですよ、窓からじゃないと危ない、誰かに言わなきゃと思っていつも出入りする裏口へバッて向かってったら警察の方がたくさんいらっしゃって、え何があったんだろうと思って、でいつも行く部屋の方に行って、あのえ何があったんですかって聞いたら、あのね大変だったのよ、今さこの病院の患者さんじゃないんだけどね、よそから来て上まで上がって飛び降りちゃったのよ。えでそこで私さっきの女性のことを思い出して、で結構見てる時期だったんですよね、その時期なんで、あれ私もしかして見ちゃったのかもしれないと思って、すいませんそれってあの1階の屋根のところに落ちましたって聞いたら、あそうそう、あな何まだあれ片付けとかしてた、あいえそういうわけじゃないんですけどって、私それ以上も聞けなかったんですよ。これは見た、見ちゃった、なんかそのどんな方が飛び降りたっていうのも後で聞いたんですけど、ちょっと符合するなと思ってもうそれ以上聞かずに終わったんです。でそれから1ヶ月ぐらい経って、これは仕事とは関係ないんですけど、車で夜中に隣の県まで行かなきゃいけない、暗い細い田舎道を、もう街灯もないような道ですよ、車もすれ違えるかすれ違えないかぐらいの道を一人でこう細々走ってたんです。で川沿いで、こっち山です、もうすぐ橋を渡る、橋を渡らなきゃいけないんですけど、橋だけは街灯ついてるんですね、橋を照らす形で。で橋が見えてきたなと思ったら、そんな何にもないところなのに橋の真ん中向こう側を向いた欄干にこう降りかかった男性が一人いるのが見えたんですよ。うわーこんなところにこんな時間に男性普通いないよな、いやでも
これが幽霊であってもそうじゃない、ご存命の方であったとしても見ちゃいけない、見ないで過ごしていこう、このまま通り過ぎていこう、大丈夫大丈夫って渡り始めて、大丈夫大丈夫、見ちゃダメ見ちゃダメって、人間見ちゃダメって思ったら気になって見ちゃうんですよ。でもう今通り過ぎるって時にチラッて見たら、その男性もこうぐるっと振り返るところだった。でうわー見ちゃいけない見ちゃいけないって運転してて走ってるんですよ。後部座席の左側のドア、ま、窓か窓をコンコンコンって3回ノックされたんです。で私うわっと思って、でもうねさっきの男性がものすごい勢いでかけてきてドアノックしてるのを想像しちゃって、うわーって言って、もうあの怖くて怖くて、そのでもどうにか頑張って、当時ねあの携帯電話大丈夫だったんで、ちょっと知り合いに電話して、ごめん今電話してて電話しててって言いながら運転して、なんとか無事に帰ったっていうことがあったんです。でこれをねちょっと美容師さんでそういう話が好きな人いるんですよ、にこの車の話はちょっとできなかったんですけど、病院の飛び降りのお話をしたところ、うわそんなことあるんだね、にしても続くねって言ったんです。え何何、今私1個しか喋ってないのに、えどういうことですかって言ったら、あれ知らない、そのさ1ヶ月ぐらい前にさ、近くにショッピングセンターあるでしょ、あそこにさ深夜は高校生の男の子が入り込んで、そっから飛び降りちゃったんだよね、しかもさ顔に傷つくのか嫌だったのか、こうフルフェイスのヘルメットをかぶって飛び降りたんだよねって言われた時に、私一番最初の男の子のことを思い出して、その3週間に見たそれぞれ気になった人たちがおそらくこの世の元ではなかったっていう、そういう体験談です。怖かった。そうそう、シックスセンスの主人公みたいな人生なんか鳥肌すごいもん、次々と見てる、こうすごい怖い伏線回収みたいになってますね。うわそれ本当に、あの時のみたいな、もう私もその時はもう、あすごい、え、じゃあ橋の上で見た人も飛び降り終わったのに、あごめんなさい、ちょっと残ってたのか、抜けちゃったんですけど、あのこれ聞いたんです、後であそこで何か起こったことない、あったよって、あの橋の欄干にロープくりつけて飛んじゃった、あ首つぼってた、はい、その前だったのか、終わっ、事後自分の姿を見てる幽霊だったのか、何年も前の話だそうです。あだから多分亡くなった方ではないかと。すごいですね。最後の最後でパンチが全部ある。すごかったな。いやーしました、ね。びっくりした。実体験全然怖くないって言ったの、嘘だったな、はい。めちゃくちゃ怖かったですね。怖かったな。びっくりした。怖かったな。ゾワゾワゾワってしたもん。はあ怖い。はあ体が冷えちゃった今ので。はあびっくりしましたね。もうお時間になってしまいました。いやー 前段怖かったですね。ねえ本当に。星野さん本日はいかがだったでしょうか。いやあの楽しいでした、会でした、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。滝川さんいかがだったでしょうか。いやー今日だから3つの話ですよね、はい、もう全部、はい、どれも怖かったし、そのやっぱ異形シリーズの意味のわからなさと、はい、こうなんていうの、結局謎が解けないまま放り出されるこの感じ、ねえそれがね、久しぶりに食らいました ね、 面白かったですね、楽しかったです、ありがとうございます、はい、星野さんから告知があればぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。星野雫不思議な館という YouTube チャンネルをやっております。そちらの方あのご投稿の方を受け付けておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。滝川さんは何か告知ございますか。いやもう、まあ、来月から7月、はいですよね、もう来週7月になるので、うーん、まあ、健康に気をつけてきます。熱中症もありますし、いろいろ危ないですから。怖いですもんね。寒暖差も激しいですから、ね。はい、本当大変だ。気をつけて生きていこうと思います。はい、はい、お願いいたします。私の総括はですね、はい、今日聞けなかった山の会をまたぜひ星野さんに来ていただいて聞きたいなっていう、うん、で3の山の会を聞いての方はまだどこにも出したことがないって言ってたので、ちょっとすごい気になりますので、またぜひ星野さんに来ていただいてお話聞きたいなというふうに思っております、
はい、ということで次回はですね、来週7月4日火曜日20時より配信予定でございます。それでは最後にお祓いをいたしましょう、はい、今日はもうちょっと強めにしときましょう。ちょっと強めにやっときましょうね、夢の中に出てきてほしくない女がいるんでね。はい、お願いいたしましょう。せーの、今日はありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。それではまた次回の恋する会でお会いいたしましょう。皆さんさようなら、さようなら、バイバイ。